はい、おはようございます。今日は秦野市弘法山公園に来てます。桜がちょっと咲き始めてますね。これ何分だけぐらいかな。結構咲いてますね。5分だけぐらいですかね。ちょっと曇ってますけどね、天気予報を見ると来週雨になってたんで、これはもう今日しかないなと思ってやってきました。こちらに見えるのは大山ですね。毎年この時期は桜祭りとかやってるんですけど、今年はまあ自粛してるみたいですね。特に催し物はやってないです。よいしょ。桜はまだちょっと早いみたいですね。来週あたりがね一番良さそうな気もするんですけど、だってね来週雨の天気予報になってたんで。
Thank you.
僕走っていきます。Thank you.
Thank you.